国武城国武城は、鹿児島県霧島市国武中央にあった城。別名を、国武新城、国武親方、舞鶴城。慶長9年頃、島津義久はそれまで住んでいた福間城から、新しい城を新設して移り住んだ。なお縄張りは、帰化した秋人で、火事期集中の江夏友方が担当。義久は乾村であった場所に、京都風の五番の目を敷き。 民より商人を招いて、当人町を作るなど、国部城下の町を整備したが、慶長16年に、吉久が没した後は、吉久の娘で18代当主、島津家久の正室であった亀寿姫が、鹿児島城より別居させられて移り住んだ。寛永7年に亀寿姫が死んだ後は、国部城は、藩主直轄の地となり、地頭や方が置かれていた。その後、薩摩国、 大隅国の境に位置するという絶好の立地条件から、藩主自体が鹿児島城から国武城に移転する計画が幾度も立てられ、島津成明は国武城下の測量まで行ったが、成明の死去により頓んざしこの計画は実行されなかった。明治10年の西南戦争の時には、山形有友がこの城に駐屯。その後は霧島市立国武小学校が置かれた。 守門城自体はそれまでの島津市の城にありがちな中世館の形式であったが、裏山を小詰の城、早戸城としたため、富熊城より防衛機能に優れた場所に立地した。ちなみにこの裏山は養老4年の早戸の反乱の時に使われた層の岩木という説がある。この裏山は現在、城山と呼ばれ、霧島市立国部郷土館がある。現状は、 国武小学校の周囲に石垣と堀が残り、また旧国武城南門で藩士屋敷に払い下げられていた守門が移築されている。慶長10年国武集中は、慶長10年の国武集中569屋の名簿が記載されている。主な国武集中は以下の通り。これらの人物は吉久に従い鹿児島や浜野市から来て、吉久や亀樹の死後に、 鹿児島城下に移住したものが多い。ありがとうございます。